こんばんは、皆さん。イーズ修社員の杉村優太です。今日は、こんばんはって言っちゃいましたね。こんにちはですかね。ちょっと今夜、夜に撮ってるんですが、今日は、ちょっと靴磨き一連の流れを撮ってみたいと思います。普段店で、僕の店でこうサービスしている内容っていうのをちょっと知りたいよとか、あと、他にもお問い合わせをいただいたんですが、今日は、一連の流れということでやっていきたいと思います。少しこうカットする部分があるかもしれませんが、覗いてもらえればいいかななんて思うんですけれど、要所要所で説明ができればいいと思うんですけれど、ちょっと集中して、もし、無言の時間があったらどうかご了承ください。なので、この動画に関して言うと、磨き終わり次第ちょっと動画は終わるような形になると思いますが、ぜひ最後までご覧いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあやってみたいと思います。ではやっていきますが、靴紐は外して、外させていただいて、シューツリムも入れた状態です。ここからホコリ払ってクリーナーをやっていきますが、外バネなのでちゃんと開いて払っていきます。これは今回補強の直しがあって、ハーフラバーとヒールを変えてあるんですが、もともとあったものを交換したような、靴の状態になっています。修理とか補強も受けられるので、ぜひうちでご検討いただければと思います。今日はあと何足か磨かなきゃいけないので、先にこの動画を撮ってるんですけど、まずは、ワックス等を落としていくので、うちで扱っているザ・クリーナーのフォーミュラーシャインっていうものを使っていきます。このクリーナー自体は結構強いので、革の表面にいる、付着物だったり、古いクリームやワックスを取るのにすごく有効ですね。シューケアブランドやメーカーによっては、これが同じペースト状のものもあったり、もっとクテクテの状態になってたり、それから液体の溶剤のタイプもあったりで、これは好きなものをお家では使っていただければと思うんですけれど、僕の店ではこれをメインに使っています。磨き方の解説というよりは、うちの店のサービスがどういうものなのかという、動画になるので、一連の流れを説明するような動画になると思います。
多分 YouTube 上はいろいろな、靴磨きの方法を紹介したり、そういうチャンネルをやってる方がいっぱいいらっしゃると思うんですが、表面仕上げをしっかりしているっていう動画が結構、多いと思います。まあこの僕が上げているこの動画に関して言うと、お客様の靴を今磨かせていただいてますが、そのご依頼主、お客様ご依頼主の方の好み等もあるので、まあ鏡面の具合とかっていうのはこう結構カンカンに光ってるっていうものではなかったりしますから、もしかするとちょっとこう皆さんの期待に添える動画じゃないかもしれないんですけど、基本的な流れというのは、いろんな靴磨き屋さん、まあそのブロガーの方だったり動画を投稿される方々っていうのはあんまり変わらないと思います。実際のところ動画で見てるだけなので、細かい技術っていうのはおそらく、こう目で直接見るものではないので、なかなかコピーすることはできないと思うんですけれど、まあ、こういう流れなんだなということで見ててもらえるといいんじゃないかなと思います。で、今液体のクリーナーを使って、もう少し古いクリームだったり汚れというものを落としていこうっていう段階ですね。
撮ってるんだっけ。今から拭きですね。余分なクリームを拭いているところです。預かりの靴を磨いている時はほとんど独り言もあんまり言わないかもしれませんね。今回はあんまり強い鏡面仕上げじゃないご依頼品の、動画なんですが、ワックスの工程は基本的にはどういったご依頼でもあるので、こういうふうにワックスを指で塗り込んで仕上げていきます。まあ、クリームだけでやっていくってこともなくはないんですが、ワックスを少しだけでも表面に塗ってあげることで、まあクリーム、塗り込んだクリームが揮発する速度っていうのを遅らせることが僕はできると考えています。まあ何か科学的な勉強をして根拠があるわけじゃないんですが、こうクリームだけで日々やっていくというよりは、老分を少しまとわせて蓋をしてあげるような感覚がいいじゃないかというところです。まあ、実際何でしょう、顕微鏡みたいなおもちゃみたいなものを持ってたりするんですけれど、そういうものでこう皮の表面を覗いてみたりしたこともあるんですが、まあ、なんとなくですけどね、感覚的な話になっちゃいますが、こうボロボロしてる感じっていうのはやっぱりいくらか見た目的な話でも拡大した世界でも見受けられたので、そんなような話をしているんですけれど、あとは、まあ、光沢の具合を調整できるっていうこともありますね。やはり革靴なので、まあ、自然なツヤっていうのはちゃんと残してあげたいんですけど、嫌にワックスだけでギラギラ光ってるっていうようなことはないようにするためにも、ある程度ワックスっていうのはあった方がいいかななんて思いますね。世の中にはアンティーク仕上げっていう磨き方が一種ありますが、単純に靴の部分を濃くしただけがアンティーク仕上げじゃないので、鏡面をかけるような芯材が入ってるところだけ真っ黒くしたような磨いた靴があったりしますけれど、それはアンティーク仕上げとかアンティークフィニッシュと呼ばれるものじゃないので、気をつけてくださいって言ったら変なんですが、まあ、それはちょっと違うんだよっていうところを知っててもらえると嬉しいです。まあ、なんでそんな話をしてるかというと、今使ってるワックスが、まあ、ホガニーっていうレッドと、まあ、ダークブラウンを使いながら若干濃く鏡面仕上げをかけようとしてるところがあるか思い出したので、そんな話をしているんですが、
まあ実際難しいんですよね。アンティーク仕上げとかアンティークフィニッシュなんて呼ばれる磨き方は、まあ基本的な知識として、古い靴がどういうふうにエイジングしてるかっていうのの情報量が勝負になってくると思うんですね。こういう靴が、こういう靴を見たことある、まあ、百聞一見です、百聞が一見にとかって言いますけれど、そういうところもあると思います。なので、僕の中の勝手な知識ですが、まあ、古着屋さんをやっている方にアンティーク仕上げとか、施された靴っていうのを写真を僕見てもらったことがあるんですが、これはそれっぽくない、これはそれっぽいとかっていうものを教えてもらって、指導してもらった覚えがあります。やっぱりいくらか、まあ、こういう傾向があるんだろうみたいなところがあるみたいで、単に先端だけ黒くしたとか色を濃くしたっていうのじゃ説得力はないらしいです。なので、アンティークっぽい磨きっていう風に捉えててもらえるといいのかもしれません。
撮ってた。